はい、ということで大会1ヶ月前になりました。1ヶ月なりましたというか切りましたね。精神面は今までで一番安定してます。体のコンディション的にも周りにはいけるでしょって言ってもらえるんですけど、僕自身トップ選手を見る機会がやっぱ増えた分仕上がりについてすごい厳しくなったんですよね、自分に。やから全然間に合ってる感じがしてないんですよね。でもおそらく周りから言うには 間に合ってるとは言ってたんですけど、サーフパンツ今回、JBBF めちゃくちゃ厳しくなったんですよ。やっぱり、 リーグがいっぱいあるんですよね。で、エリートリーグと、まあ、IFBB プロと言われるあの、まあ、あ僕らがあんま関わっていない団体があるんですけど、も、ま、う、あ、そっちの団体ってサーフパンツがめちゃくちゃ短くなったんですよ。で、今、日本の流行りってサーフパンツって結構短めなんですよ。長めにはなってきてるみたいなんですけど、昔ほど長くなくて、やっぱり短めなんですよ。JBBF、膝のちょっと上ぐらいのラインなんですよ。膝被ってもいいよぐらい。もうほんまに長くしてほしいっていう感じなんですよね。規定の衣装が。僕の足の長さに合ったサ パンツ売ってませんということで海外から取り寄せて昨日2つ買いましたねサーフパンツだけで3万円飛びましたということで今までサーフパンツは安く済むという思ってたのに思った以上の出費が出てしまいましたが勝つためにはですねサーフパンツもしっかりと選ばないとダメやなという風に思ったので2着買いましたまたこのサーフパンツも紹介できたら面白いなと思うんで紹介したいと思いますでえっ、ー、と食事ですね月曜日 はですね、ハイカーボー2日目だったんで、日曜日がハイカーボーだったんですけど、月曜日もハイカーボだったんで、米2合食べて、パスタ 100g 食べて、プラスアルファコーンフレークを食べたって感じですね。タンパク質もしっかりととって、カロリーとしてはこんな感じになってます。 だいぶ食べれるんですよ、ハイカーボの日。やっぱビビらず食べることって大事やなっていうのはすごい実感してますね。二日間でやっぱりむくんだりもします。で、今水分をですね、最低毎日5リットルは飲めてるんですかね。1ヶ月前になったんでちょっと6リットルを目指せっていう感じで減量中水分取ってるんですけど、6リットルには届かないですが5リットルは飲めてるんですけど、やっぱむくみまくりますよね、今最初は。一週間くらい経つと水分6リットル飲んでもむくまない体にはなってくるんですけど、やっぱむくみ倒します。 なんで今の時点ではやっぱりそのパキった状態っていうのを全く持って見えないんですけどもまあ絞り切る時に水分を水抜きせずに水が抜ける状態を作っていきたいと思ってて水分はしっかりと取っているっていうような感じになります水抜きについてもまた 今度動画でお話できたらなというふうに思うので、水抜きをしない水抜きっていうのをまたやってみたいと思います。で、今ですね、本日ローカーボ2日目になります。昨日もローカーボやったんで、まあ昨日の食事を紹介すると、昨日はローカーボでまた朝オートミール食べて、で、お昼は 胸肉を炒めて食べたんですけど、それに MCT オイルをかけて食べたところ、MCT オイルが気分悪くなりましてですね、すごい胃が気持ち悪い状態になったので、夜に MCT オイル取りたくないということで、豚肩ロースを買って、ちょっと久しぶりに豚肉食べました。うまいな豚肉めちゃ塩コョウだけでこんなうまいんかってぐらいやっぱうまかったですねで。今日もだから豚肉でいこうかなっていうふうに思ってます。で、今日は脂質をちょっと MCT オイルを朝ごはんのこのオートミールにやれたたんですけど、アボカドと豚肩ロース。で、あとちょっと足りない分、 があったらまた MCT オイルをちょっと使おうかなって思ってるぐらいではありますあとは卵4つぐらい食べてタンパク質源はあとは胸肉これで胸肉豚肩ロース卵そしてプロテインこれが僕のタンパク質源になりますで脂質もアボカド豚肩ロースからあとは MCT オイルで炒める時のオリーブオイルまあこれを言う感じにはなってますで明日からまたミドルカーボミドルカーボそしてハイカーボハイカーボっていう形になるんですけど明日はちょっとライブがあるんで今の現状の コンンディションっていうのも取っていきたいなというふうに思ってますはいということで本日は木曜日水曜日はですねローカーブ2日目でしたね今日朝起きて思いました脳みそが回っていないということですねローカーブ2日目今まであんまり影響なかったんがだいぶ影響出てきたんで今日はミドルカーブということで糖質取れるんで糖質取って元気出していきたいと思います昨日はトレーニング一応オフにしましたんではい今のコンディションですね水6リットル飲んでるんでむくんでます から今からまた焼いてさらに加速させて絞っていきます。 ミドルカーブをしていた木曜日の食事なんですけども報告していなかったので報告します愛犬がやってたのより僕の服が汚れまくってる <laughs> でもこの感じでねちょっと血管が出てきてるのがわかると思いますグッと力入れてグーッと血管が出てくるんですけど絞りはだいぶ加速はしているので絞れてはきています、まあ、木曜日の食事なんですけど朝オートミール食べてお昼はタンパク質胸肉を炒めるのを忘れていたのでですねスーパーで買ったマグロの刺身をそのままブロックで食べてサツマイモを食べて で、完食に、プロテインと、あとは、糖質類何かを食べましたね。そこがちょっとほんまに記憶から消えてまいりました。糖質がね、足りてないんでしょうね。やっぱ減量末期になってくると記憶もなくなっていくんですね。写真撮るのを忘れていたので、その分やっぱ何食べたかも忘れております。夜ご飯は、まあ、いつも通り、胸肉と塩コショウで炒めた感じで、もうシンプルに食べて、ミドルカーボだったんで、えー、タツマイも 100g ぐらいかな。あの日は。その記憶はあります。食べました。はい。それが木曜日の食事です。 金と日とご飯をね、紹介してなかったんで、ちょっと紹介したいと思います。金曜日が、ミドルカーボということでですね、朝ごはんは米 250g、昼ご飯は,は米 250g、で、朝ごはんは卵と納豆、一緒に入れて、まあ、あの、わさび昆布みたいなものがあったんで、そちらと一緒にご飯食べてます。二食目は、レバーを使って、レバー丼にして、で、夜ご飯は、は茄子ときのこ、キノコほうれん草そういう形のものと、胸肉。 を一緒に塩コショウで炒めて食べました。で、あとプラスですね、コーンフレークを食べてます。残りのカロリーを補うようにね。土日はですね、ハイカーボーということで,ですね。しっかりと朝からカーボーを食べてっていう感じでいました。土曜日は朝米いちごを食べて、その次、すき家でマグロのたたき丼、ご飯大盛りで食べて、で、その後、ポージングの練習に行きまして、コーンフレーク食べて、プロテイン飲んで、帰ってから、 パスタ食べて、またコーンフレーク食べてっていうのが土曜日です。日曜日が朝米1合食べて。で、その後にまた1合米を食べて、赤から鍋の、あの今、玉ねぎポン酢みたいなの出てるんですよ。それをご飯にかけてちょっと食べましたね。塩コショウで炒めて、胸肉と。その後、友達とゴートレをしたんで、ゴートレをして、愛犬をトリミングに預けていたんで、トリミング迎えに行くか時に、プロテインと羊羹を食べて帰ってから、コーンフレークを食べて、 結局、友達とのゴートレで二頭筋ができていなかったんで、またコーンフレーク食べた後にジム行って、ちょっと二頭筋2種目と腹筋と、 有酸素ととタタンニングをしてててからパスタ食べてあとはコーンフレークをまたた残りのカロリー分補う形で食べたってい、ううよなな感じにははります、はいということでですね、大会まで残り3週間ということになりましたね。今のところですね、かなり体の調子としては、ほんまギリギリ間に合いそうな感じしてますね。カーボサイクルに切り替えてから、もう毎週毎週自分のコンディションの違いを感じるので、あと3週間あれば、今ちょっと気になっているお腹の、あとはお腹周辺だけかなっていう風に 思うんですけどこのちょっと浮き渡っているちょっとまだ若干脂肪感があるっていうところがだいぶ薄くなってカラーリングして水しを抜けたらステージ上では。 それも分かりにくくなるぐらいまでは持っていけるのかなとは思います。ただ自分の理想の絞りには兵庫県の大会では間に合わないなというふうには思うので、そこをどうするかですね。はい。28日の大阪選手権では僕の最高のコンディションを持っていけるんじゃないかなというふうには思ってるので、今回は兵庫オープン終わってから2週間後に大阪選手権があるんですけど、その兵庫オープン終わった後、 大体の人は多分次の日チートデーにして次切り替えようと思うと思うんですけど僕はもう当日の夜から何も食べるつもりないです当日はカーブを取ってたりもするんでまあハイカーブにするようなイメージでその日は過ごして翌日からもう減量食に戻して2週間乗り越えようかなというふうに思ってますまあストイックに行かないと最高のコンディションを作れないんで一個一個の大会僕はやっぱコンディション最高で行きたいんですよねオールジャパンのチケットを取るためやけどそこまでコンディションを整えずに出るっていうのもやっぱり一生懸命戦ってる選手とか に失礼かなっていう風に思うので全力で間に合わなければいいと思うんですけど全力でやらずにまあこの大会はこのコンディションでいいやっていう考え方僕の中ではしたくないことになってるので全力で挑むからには絞り上げて自分のできる全力は注いでいきたいなっていう風に思っています残り3週間どうなるかはわからないですが全力で頑張りますので応援のほどよろしくお願いしますではまた来週の動画でお会いしましょう